ぬぅー。猫と会話できたらいいのになー。というのは、猫会さんのみならず、道端で野良猫を見つけたことがある人であれば、誰しもが100回ぐらいは思ったことがある人類共通の願いであることに疑いの余地はありません。そして時代はスマートフォン、結婚相手すらアプリで探せるこの時代、こんなにたくさんの人が100回も悩んでいることがアプリで解決できないはずがありません。ということで、以前当チャンネルでは猫が何を喋っているか翻訳してくれるアプリニャントークを使って猫たちの鳴き声を翻訳してみたことがあります。当時の結果はこちら。10数えるからね。怒ってるぞ、怒ってるぞ。10数えるからね。気を落ち着かせないと。超怒。激怒なんだからね。間が悪い、機嫌が悪い。私はここ、私を愛して。愛する人聞こえてる？いろいろと思うところはあると思いますが、まずは受け入れましょう。ふと思ったのですが、猫が何を言っているか確実に分かるシーンがありますので、そのシーンを翻訳して答え合わせをしてみてはどうでしょうか。一つ目は、日課となっている雪見ちゃんが遊びに誘ってくるシーン。予想される答えは、遊ぼう、早く行こう、こっち来て、などでしょうか。早速見てみましょう。遊ぶ？ねえベイビー、どこか二人になれるところに行こうよ。恋をしているの。結構。続いては、猫たちがご飯を食べたがっているシーン。予想される答えは、お腹すいた、早く食べたい、我慢できない、などでしょうか。では翻訳してみましょう。会えて本当に嬉しい。恋をしているの。私はここ、私を愛して。パパ、来て。会えて本当に嬉しい。さて、本日はまた別のアプリを見つけてきました。その名も、ヒトネコ語翻訳機。なんとこちらのアプリは、逆に人の言葉を猫語に翻訳してくれるとのこと。つまり、こちらから猫たちに話しかけることが可能です。ということは、先ほどのアプリと併用することで、なんと猫と人間の会話が成立をしてしまうのです。いやー、もはやスマートを通り越して恐ろしい時代になったものです。まさか翻訳こんにゃくがこんな形で実現されることになろうとは誰が想像したでしょうか。何はともあれ、まずはこのヒトネコ語翻訳機の実力を試していきたいと思います。
こっちにおいで。こっちにおいで。一緒に遊ぼう。ご飯だよ。遊ぶ？尻尾が痛いんですけど。遊びますか？こんにちは。愛する人、私を探しに来て。